一役の砂は石川啄木の初の詩集で1910年に発表されました。含まれる詩は彼自身の孤独や苦悩、愛と生の問いに対する答えを試みています。例えば手紙では遠くの恋人への思いを綴っています。生涯の朝では生と死、幸せへの希求と現実の厳しさを表現しています。初恋では甘酸っぱい思い出と苦い現実とのギャップを描いています。これらの詩は啄木の人間性と深い洞察力を表しています。